はい、ということで、トラディースということで、今日はですね、まあ、何の動画かと言いますとですね、久しぶりに、まあ、福袋的な、やつを買ってみたので、ご紹介しようかなと思うんですけど、中身を。まあ、なんでこれ買おうかなと思ったかというと、ハイブビーストの方にですね、トラブルアンドリューさんっていう、トレバートラブルアンドリューさんだったかな、グッチゴーストっていう、本当にグッチともコラボした、まあ、アーティストの、方がいるんですけど、その方とグレートの久保さんかな、がこう一緒になって、まあ、こうコロナの、まあ、影響もあるしみたいなこうキャンペーンみたいなので、まあ福袋みたいなのを、まあ、作って販売すると。その中にはそのヴィンテージの T シャツをリメイクしたものも入ってますよみたいな、感じのが書かれてて、日本で売るんかなみたいな感じで見てたら、まあ、海外かしかなかったんですよ。で、値段も、250ドル500銭とかぐらいで結構高かったんですけど、まあ、間を取って500を、まあ、買ってみたと、いうことで、まあ、中身を見ていこうと思うんですけども、ちょっとね、見やすいように袋とかをね、出してたりとかして、なんとなくね、中身見ちゃったんですけど、何じゃこれ。 Who are you? Who are you? はい、ということで、まあ、早速見ていこうと思うんですが、一応ですね、3倍ぐらいの値段が入ってるってことなので、まあ、500ドルだから、まあ15万円分ぐらいは絶対入ってるという、感じとなってます。結構ね、物の量は多かったんですけども、まあまあ見ていこうと思います。ちょっと2回に分けるかもしれないですけど、まず一つ目が、まあ、このデザイン見たら、ああ、あれかっていう、わかると思います。これですね、T シャツ。このデザインのやつです。まあ、リアルバイっていう、まあ、この方のブランドなんですけども、まあ、グッチでね、コラボしてたので、まあ、これをグッチちゃんと、思う人もいるかもしれません。S サイズなんですけどね、まあ、まず、サイズが選べなかったんですよ。サイズが、例えば SML とか選べなくて、S サイズ。でもまあ、サイズ感としては、だいたい L サイズぐらいかな。S サイズでも L サイズぐらいの大きさでした。これで多分60ドルとかぐらいですかね。60ドル、70ドルとか、ぐらいです。一応サイトに載ってるものも普通に入っててですね。入っててですね。結構、高いやつは高かったですね。で、次がジャケット。こんな感じです。これは多分200ドル超えてますね。乗ってないんですけど、見た感じだと200ドルか150ドルぐらいです。もうスーパークレイジーくんが来てそうだ。スーパークレイジーくんが。で、ロンティ。結構バラバラなんですよ。これは M サイズ。まあ少しちっちゃめですね。これは、まあ普通に今もウェブで出てましたけど、80か90ドルぐらいします。このロンティで。ボディはね、普通にあるものを使ってるような気がしますけど、これも同じような感じですね。これは XS。地味にちっちゃい。まずちょっと、皆さんお気づきかもしれませんが、サイズがバラバラに入ってる感じがちょっとね、だんだん雲行きが怪しくなってきたと思うんですけど。はい。これはね、さっき見た220ドルだかな ?220 ドル。だからまあ2万2000円ぐらいは絶対します。もう、これ歌舞伎町感が半端ないですよね。で、まあ、一旦ここで、ちょっと、服がパンパンになってきたんで、区切りますけど、はい。フットボール、シャツ。これはなんと、3万円ですね。この時点で、多分、500、600、700、800、900、まあ、1000ドルは、超えてきてる。
思ったよりその入ってる金額は多いとは思います。ということで、まあ、最後そして総まとめ、話していこうと思います。はい、ということで、続きまして、また見ていこうと思います。T シャツこれ何なのかな、コイキングや、コイキング T シャツ、はい、これはなんか無駄にボディがいいですね。でさっきの、ジャケットのハットバージョン、はい、まあ T シャツ60ドル、ハット50ドルぐらいだと思います。でパーカーですね、こんな感じの、もうポップすぎて、あの女性とかならまあワンチャン着れるかもしれないですけど、はい、で T シャツこれはちっちゃいですね。はい、で、最後のアパレルがこれですね。あ、こっちか。これはね、生地も良かったですね。これが一番着れそうかなと思いましたけど、価格 300ドルだったかな。これ300ドルします。3万円でもまあ本当にそれなりに、物はいい感じはしました、これに関してはね。で、まあ今紹介したので、まあ大体600ドルぐらいかな、600ドルぐらい、まあ、意外と入ってるのは入ってないですよね。で、マスクが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、これ各50ドルぐらいするんで、午後25で2万5000円と、ステッカーとよくわからない CD が入って、終了なんですよ。そもそも僕はなんかこうネタ的にもヴィンテージ T が入ってるってことで買ってみたんですけども、まあまあね、あの250ドルのには入ってないだろうと思って買ったんですよ。それ500ドルのにも入ってなかったっていう事故が起きました。ということで、次回この服全部売ってみた、こうご期待。はい、ということで、買い取りに出して値段も教えてもらいました。本当はですね、買い取りに出すつもりは全くなかったんですけども、まあやってるうちにね、これ出したら面白いんじゃないかなと思って、まあ LINE 査定ですね、まあショップは名前伏せますけど、LINE 査定というものがあって、まあ実際にこう写真を撮ったりとか、このアイテムの何年のものですとかっていうと、大体このぐらいで買い取りますよっていうのを教えてくれるんですよね。本当に今便利ですよね。で、一つのショップが、まあ、そのブランド買い取りますよってことだったので、まあ、写真全部送らせてもらって、大体これっていくらぐらいなんですかねって言ったら、まあこのぐらいこのぐらいこのぐらいって書いて、まあなんとなくのこの相場ですよみたいな感じで、で、まあそのお取り扱いが、取り扱いが少ないし、売っている人も少ないから、ご希望に添えるか分かりませんけど、みたいな感じだったんですけど、まあ、僕としてはもう、いらないんで、プラス僕の洋服も含めて、何点か入れて、まあ、送らせてもらって、その後ね、電話がかかってくるのかと思ったら、LINE でまたプンってきて、このぐらいの価格なんですけど、大丈夫ですかと。買い取り大丈夫ですかっていうので、まあ、話して、まあ、決まった金額がですね、今回の福袋だけね、僕が売ったものをまた別で、4万円でした。動画の最初で言ったかもしれないんですけども、この福袋っていうのは500ドルです。もっと細かい話すると、500ドルプラス送料が日本に送ったんで75ドル。なので、トータル6万5000円ぐらいが4万円で買い取りしてもらったっていうことなので、僕としてはね、すごく助かりました。家にあってもいらないので。で、まあ、マイナス2万5000円っていう感じだったんですけども、まあ、よくわからないのは買わない方がいいっていう、まあ、実証にもなったんじゃないかなと思います。ということで、今日は、福袋買ってみて、買い取りすぐ出してみたら、この価格だったみたいなタイトルにすると思います。ということで、今日の動画は、終わります。そして、次回予告、半端ないんで、楽しみに。
クソみたいなインフルエンサーブランドがウェブマガジン雑誌などに取り上げられるこの時代、絶望したトラニキが最初に打った一手とは。次回、時は来た、それだけだ。